自然豊かな宮城県川崎町の国道沿い。電柱の上には木の枝を集めて作った大きな鳥の巣が。この巣の主は？コウノトリでしょうか。今巣に戻ってきました。コウノトリ。このコウノトリは取り付けられている足輪の情報から5年前に千葉県で放鳥されたオスの絆だと見られていますが、この町で謎の行動が撮影されたのです。それがこちら。窓ガラスに向かってくちばしで音を鳴らしたり、首を大きく上げたり。なぜこんな行動をするのでしょうか。鏡に映った個体、自分の姿ですけど、それを他個体、別の個体というふうに認識します。クラタリングを使って威嚇をする。3月から4月はコウノトリにとって恋の季節。ガラスに映った自分を別のオスと勘違いして威嚇しているのではないかといいます。コウノトリの謎の行動は他にも。それがあの大きな巣。コウノトリはペアができてから巣を作りますが、オス1羽だけで巣作りしていたのです。単独でのオスの場合でもですね、巣だけは作ってしまうということが起こり得ます。ただ相手のメスがそこにはいないという状況です。本当の春はいつやってくるのでしょうか。